三愛ドリームセンターは東京都中央区の銀座にある商業施設のビルである。中央通りと晴海通りの交わる銀座四丁目交差点に面している。通称は三愛ビル。夜のライトアップ王道三愛ビルは理工の創業者である市村清氏が戦後間もない1946年銀座四丁目の969銀行銀座支店跡地に 地上2階建ての山愛ビルを建設し、以後この地を販売の中心地として、経営を拡大していった。市村は、山愛ビルを改築するにあたって、奈良県の法隆寺50棟をヒントに、建物中心に大きな柱を建てて、ビル全体を総ガラス化させた円筒型のビルを、公安、名称も一般公募により、山愛ドリームセンターに決定した。 建設時は、中央のエレベーター軸に、臨場のなった床板を上から順に取り付けた。輪投げの要領で進められた工事は、さながらパフォーマンスだった。開業時より、利口の車掌であるメガネのマークが、外壁に配してあった。1963年1月13日午前0時、三笠宮隆人新王夫妻の臨席の下で、開業セレモニーが行われた。 フランキー堺のドラムロールに合わせて、ビル最上部から吊り下げられたゴンドラが一回ずつ、登って、フロア転倒を行い、最後は最上部広告の点灯が完了し、その瞬間はこれを見守った群衆から、大きな歓声が上がったという。また開業時、三枚はビルにほど近い場所に、ビルと同じような円筒形の交番建物を、警視庁に寄贈し、 銀座四丁目交番として1980年代後半まで使用された。2013年1月に開業50周年を迎えたが、現在も通りを挟んだ位置にある和光と共に銀座のランドマークとして君臨している。2003年には、同行網も,もジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。開業当時は三愛をはじめ、 日産自動車、東洋レイオンなどのテナントが1階から3階、三菱電機のショールーム、三菱電機、スカイリングが4階から9階まで使用していた。1980年代後半からは、リプトンティーサロンなどの飲食店がテナントとして、進出指教に至っている。エリアポータルが、地上一般放送事業者として、2012年11月1日より、 ワンセグ放送を開始。校内に地上一般放送局一局が設置されている。ドリームセンター最上部の広告は注目度が高く、広告主が変更されるたびに話題に上がることが多い。1963年の開業時は三菱電機が広告主となり、1990年5月に三愛の自社広告に変更されるまで30年近く存在した。 三菱電機の広告の時代は、ネオンサインが音楽に合わせて点灯する仕組みになっていた。ビル内には、三菱電機のショールームも存在したことから、ドリームセンターを、三菱ビル、最上部の広告を、三菱のネオンと称する人も少なくなかった。1994年12月から、コカ・コーラ、2000年3月からサントリー、2004年3月から、 ボーダーフォンと周期的に広告主が変わり、2006年12月からは、3愛とともに、企業グループ、リコー3愛グループを形成しているリコーが、広告主になっている。2014年9月に、広告のリニューアルを行い、デザインは以前と同じだが、太陽光発電と風力発電のみで得られた電力を、夜間の照明に使用する。このため、 十分の電力が得られなかった時には消灯する場合もある。杉義春により1968年月間、ガロ6月増刊号、杉義春特集に発表された漫画作品、ネジ式のラスト近くのビルの一室で開業するジョイの入居する建物の元となった杉の夢の中でのモデル。実際の夢では、そのビルの最上階に医者がいるのが分かったものの、 入り口が見つからない。ますます焦り、ビルの一階で途方に暮れるが、いつの間にかビルに入り、医者の部屋に入っている。ただし、ジョイは登場せず、性的な出来事も起こらない。実際に作品に描かれたビルは似ても似つかない航路の、ような工場風の建物であった。ありがとうございます。